皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーのワールドツアーですね、日本代表を使ってまた見ていこうと思います。はい。で、今回やるのはですね、これですね。堂安、久保、南野、中島の黄金カルテットですね。ちょっと、考えてフォーメーションまた新しいのを組んでみました。どうなるかわかんない。で、本田と長谷部を、使いますね。もう引退してますが、この何回も言ってますが、ディフェンスのできる中盤っていうのが、日本不足してるんでね。柴崎も強いですけど、柴崎は線がちょっと細い攻撃専門ですからね、基本的には。というわけで、本田、長谷部みたいな、まあ特に本田ですね。本田のディフェンスやれば強いですね。ただ意識が低い、ディフェンス意識が低くて、本人は攻撃大好きなんで、まあゲームなんでね、守備的なポジションにも配置できるんでということで。で、これで、久保、南の中島、堂安の右側カルテットですね。何回か同じような形やってますが、新しいメンバーでちょっとどうなるか試してみたいと思います。はい。で、左は乾か原口どっちかを使いたいところですけどね。今回は乾を単独で左ウィングにしました。はい。相手は、どれだ？イタリアですか？うわ、なんだ？強豪ですね。もう、ワールドツアー進んでくると相手が強豪になってくるんで、それに入ってるのかもしれませんね。はい。相手強いとこうやって組み立ても低い位置からやらないとうまくいかないかもしれない。はい。乾が内側に入ってくれたんで、うまく、組み立てられましたね。ドアシュートしてみます。はい。ドアシュートはそんなにまだ結果を残してないですね。はい。乾、わー、惜しいな、今の。入りそうでしたけど。お、長谷部。はい。イタリアにも決して負けてないですね。はい。久保の動き出しで1点ですね、今。大阪だったら、あ、まあ、ボールタッチで振り切るか。久保は動き出しがあるんで。いいですね。久保は非常にこのゲーム使いやすいですね、久保選手は。あ、やばい、ミスった。うわ、危ね。おう、よし。はい。中島のドリブルで、ウィングもうちょっと、できれば原口を使いたいんですけど、今回は、あ、まあ1点ですね。乾もいい動きです。飛び出しですね。中島でしたっけ？中島をウィングに配置しましたね。本当はトップ下のポジションで使ってもいいんですが、人材不足でですね、堂安や南野がウィングとして、あるいはセンターフォワードとして、足りないんで、中島をウィングにしました、今回。中島本来、中央の方が得意なんじゃないかなと思うんですけどね。でもどこでもできますね。非常に期待の持てる選手ですね。はい。この辺は、久保、中島と、全員ボールタッチあるんでね、うまいですね。簡単に崩せますね。はい、中島に渡して、スルーパスと。わー、そうか。イタリアキーパーがいいんですかね。ブッフォンの次がいるのかな、もう。いや、ちょっと無理だった。うん。センターフォワードの久保を右側に寄せてるんで、中央がちょっと足りないんで、連携が、そこで抜けちゃう可能性がありますね。あ、久保うまいですね、今の。あ。あ。うん。3-0。ああ、申し分ないですね。やっぱり、イタリア、ディフェンス、ボヌッチやケーリーニがもう、高齢で、世代交代が成功しない可能性があるんで、新しい選手使われてますけど、久保やドアみたいな小回りの利く選手についてこれない可能性が高いですね。非常にイタリアディフェンス硬いとされてますが、実際のところどうなのかと。高さは申し分ないですけどね。はい、ここ長谷部がいい動きしますね。うん、ここ乾開いてるんでちょっと、はい、悪くないですね、今の。イタリアの反応がやっぱり悪い気がするんですけど、わー、惜しいな。ヘディングはやっぱダメか。うん。南の。うん。吉田がちょっと出ちゃってるな。イタリア、そうか。もう強豪じゃないのかな。これイタリアの攻撃が怖くないですね、あまり。バロテッティは入ってないのか。はい。そんなにスピードある攻撃じゃないですね。パスもそこまでではないと。正面当てちゃった。頼む。あ、ダメだ。はい、これは取ったら、下げて、中央。あ、ここにいる一人。はい。
中島がいい動き出しっていうか開いてもらってますね。イタリアついてきてないですね。歩を逃がせます。で、取ったら、あ、ダメだ。やばい。サイド弱いね、やっぱ。このフォーメーション課題、ディフェンスですね。もう、本田長谷部が影の立役者というか、本来はもう代表引退してますが、使わないといけないぐらい人材不足ですね。やっぱり、柴崎もはっきりディフェンス、いいインターセプトとか、後ろからのボール出し得意ですけど、本当に必要なのは、カゼミロのような身体的に、恵まれた選手の守備専門のアンカーですね。山口蛍がそれに近い動きしてますけど、ただ、山口の替えのような選手がまだまだ日本はいないっていう感じですね。だから、本田長谷部は、使わざるを得ないと。はい。というわけで、4-0ですか。ちょっとまたいじってみますね。これ、別の形も考えられると思うんですけど、久保センターフォワードで使ってますね。中島をオフェンシブにして、あ、そうか。でもな、ダメなんだな。久保はやっぱりこのままで。はい、中島、堂安入れ替えて。そうか、堂安がサイドしかできないのか。そうですね。やっぱり南の久保はセンターフォワード固定で、中島と堂安で堂安サイドに張らせてみますね、これ。うまくいくかどうかわかんないですけど。中島やっぱりトップ下の方が結構いい動きするんで、ウィングとしても、ドリブル抜けますけどね。トップ下もできるはず。はい。やっぱりこの中だと中島が欠かせない選手ですね。他の選手は替えがいるけど、中島はオンリーワンと、おお、なんで今の？すごいな。パー狙いましたね、南の。相手は、どこだっけ、これ。NGA、どこでしたっけ、これ。ニュージーランドですか？違うか。はい。ナイジェリアか。ナイジェリアですね。アフリカのチーム。はい、悪くないですね。ちょっと下げてみますか、これ。ショートコーナー、だいたい、いつもやってますが、うわー、はい、中島、今、やっぱり動き出しがいいですね。うん。はい、中島使った時の、欠点はやっぱりディフェンス面ですね。中島身長が低くて、164センチなんで、でも体重は結構あって、体幹強いんですけど、やっぱり体格の身長の大きさっていうのは運動生理学的に見ても魅力的なんですね。同じ体重でも身長が高い方がはるかに、なんて言いますか、仕事率がいいんですね、筋肉の。はい。だからボクシングとかでも体重同じでも、背の高い選手の方がはるかに両力がありますね。はい、これ取れましたね。はい。やっぱりアフリカのチームなんで、ディフェンスがそんなに熱心じゃないというか、緊密なゾーンできてないです。はい。これは柴崎、ちょっと下げるか。サイド使って。乾変えてもよかったな。まあ、いっか。ここ走ってますね、一人。中央空いてますね。はい。ああ、入った。南はちょっと動き出しなかったですけどね。やっぱり中島、久保の動き出しがいいんで、右を二人のコンビネーションで簡単に崩せますね。はい。そうか、プレスもな。堂安や南のディフェンス、まだ未知数ですけどね。インテンシティ高く保ってれば、原口と同じような働きができるんじゃないかと思いますね。はい、中島いいシュートですね、やっぱり。上背はなくても非常に強いシュートを打てます。うん。誰だ、これ。ナイジェリアあんまり有名な選手はいないですね。ああ、惜しい。アフリカでも、サラーやマネみたいな、
あとはコートジボワールのドログバ、エアトゥールしかり、強い選手いますけど、ナイジェリアはチーム力が強いのかな。あれ、誰だっけ、ナイジェリア。エムボマ？あ、カメルーンか、それ。ナイジェリアはまだ世界的な選手あんまいないですか。ただ、カメルーンとは常にライバルチームで競い合ってますね。総合力ではカメルーンの方が上みたいですけど。アフリカ非常にサッカーも盛んで、M ボマでしたっけ？はい、しかり、有名な選手、たくさん輩出してますね。わあ。やっぱりホンダがこういう時効いてますね。今のも、ホンダのプレスで、しっかり、ボールカットできてます。あ、ミスった。操作ミスです、今の。はい、ここは取って、久保のカウンター。わあ、ちょっと早いな。わあ、ダメか。ちょっと相手のプレスが良かったんで。はい、逃げちゃいましたね。なるほどね。やっぱり、ナイジェリアの攻撃があんま怖くないんで、ディフェンスも積極的になって、こっちの攻撃フェーズがかなり増えてますね。それも大きいのかな。はい、というわけで。4-0ですか。はい、申し分なかったですね。今回、南野、久保、堂安、中島ですか。カルテットを組ませました。原口、乾単独で、でも乾ほとんど出番なかったですね。原口とか大迫みたいな、選手を落としてみましたが、まあ、十分でしたね、機能としては。特に中島ですね、一番の要は。あとは久保ですね。はい、南野、堂安、もうちょっと経験値積めば、より良くなると思います。まあ、でも南野のステータスはいいですね。堂安はまだこれからという感じで。はい。というわけで今回、中島、南野、久保、堂安、右カルテット、非常にうまくいきました。というわけでこれで終わりたいと思います。